はい。おはようございます。沖縄、おばばです。はい。今日もね、えー、天気が晴れてね、とっても、気持ちがいい一日です。はい。でもね、朝からね、3回もね、えー、例のピーポー、パーポーを聞いてしまいましたけど、はい。というわけで、えー、まあね、えー、本当にちょっと雑談なんですけど、えー、またね、そろそろね、えー、薬膳とかの、動画もちょっと上げていきたいと思ってます。 ええー、なんというかね。えー、実はですね、えー、ジュメイさんなんですけど、コミュニティにまた、あのー、素晴らしい、あのー、動画のご紹介してくださってました。<coughs> もちろんね、彼女のあのー、あれなんですけどね、ホームページにある動画なんですけど、まあ、内容はすごいです。はい。えー、ちょっとショックが大きいかもしれません。はい。えへ、ーえー、まあ、例のやつですね。ちょっとショックが大きいと思います。はい。えー、私はね、 ええー、これね、前代未聞なんで、えー、デトックスできるかできないかと言われればわからないというのが本当に答えです。はい。えへ、ー、まあね、まあ大変ですよ。そういうことです。はい。まあ、どうなんでしょうね。まあ、いろいろね、ええー、やるだけやってみるっていうことは、まあ必要だと思います。ね。 食べちゃった人は、はい。えー、食べちゃった人は、やるだけやってみてください。あらあらあらら。ほら、お喧嘩は良くないですのよ。はい。そういうことですね。え。それからね、まあ、食べてない人もですね。えー、やっぱりね、あの、例の、酸っぱいね、酸っぱいね、プロテインのね、 あの、結構影響ってあるのでね、えー、自分でね、防御して、いろいろ策を取るっていうのが非常にね、有効だと思います。はい。<laughs> 朝から何やってますかはい、君たちはね。はーい。そういう感じですね。はい。えー、なんていうのかな。本当に、こう、どん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 ね、悲しい事実が出てきちゃいますけど、もう、ちょっと、それはね、 うん。あとね、えー、まあ、面白いコメントくれる人がいるんですけどね。私のところに、まあ、よっぽど暇なんだと思うんですけど、この人も。なんて言うのかなうーん。世間知らずですね。はい。<laughs> それしか言えません。<laughs> まあ、面白いんでね。え <laughs> えちょっと遊、遊んであげようかと思ってます。<laughs> はい。まあ、誰とは言いませんけどね。はい。 <laughs> はい、ええー、まあ、そういうことです。まあ、皆さんもね、よかったら相手してやってください。なんか寂しいみたいなんでね、えー、かまってちゃんなんでしょ。はい、そう思ってます。はい、えーっとですね、えー、今日はこれからなんか聖教さんが来てくれるのでね、ええー、いろいろね、えー、また対策を取らないといけないんですけどね、猫たちのために。やっぱりね、ええー、一番ね、心配ですからね、この猫たちがね、 はい。なので、私はこの猫たちのために頑張って息抜きます。はい。そういうことでございます。はい。今日もね、楽しく一日笑って過ごしましょうね。免疫アップアップです。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでーした。